今日何日、3日ぐらいじゃないの。今日11月3日ぐらいだよね。今日何日、3日、2日3日。3日か今日。3日か。じゃあもう相当これ相当だよね。もう70時間ぐらい。しかもこの前も一回家帰って、この前もね一回家帰って2日か3日ぐらいいたんだよ、あのハロウィンの時に。いやだ、そんなに多分行ってないと思う。あのね、ここね最大料金がねあって意外と安いから、多分8000円くらいだと思うんだよな。多分8000円くらいだと思う、多分8000円くらいやろう。最大料金って1日まで、いや多分違うと思う。これ繰り越し使えるはず、ここのは多分だけど、前もだって繰り越し使えてたっぽいし。ミニストップでなんか買おうかな。ソフトクリームでも食うか。ちょっと待って、ミニストでソフトクリームでも買ってくるわ。あと飲み物、ちょっと待って、ちょっと真っ暗になるけど、どうも。あ、はい。あ、それ、袋もらっていいですか？
食堂、はい、このフラノ、はい、はい、あ、どうも、セキシンでーす。セキシンレビュー、今日はミニストップの、ちょっと人が来たので今日はミニストップの雪なしパフェをレビューしたいと思う。商品レビュー、いいか、俺はまずかったらまずいって言うからな、ね、俺はまずかったらまずいって言うから、ちゃんとこのミニストップのね、雪なしパフェをもう媚びを売ることなく正直にレビューします。まずかったらまずいって言うからね、これね。どれどれこれめっちゃうまいやんこれめっちゃうまいやん。あ、うまっ。これがね、なんか梨に見えないけど梨だわ。梨、本当に梨がサクサクして、梨そのものでめっちゃうまい。しかもこのバニラとこのなんかゼリーみたいな感じ、これん、これしかも下になんか、下に梨めちゃめちゃあるやん。これこの下になんかあるでしょ、これ全部梨やん。あ、めっちゃうまいやん。うん、セキシンズポイント、バーン100、イエーイ。うん、うまい。